ととといいうことになると思います公約に掲げました税と社会保障の中でも特にこの年金の一元化については、まあ、あのもう2年経ってるではないかというお叱りはもう十分受けるわけでありますけれどもこの制度設計は、まあ、この12か月でできるものではありませんただ一つだけ、まあ、これはちょっと言い訳になるかもしれませんが、まあ、あの実施そのものはあの具体的に言えばこれは25年30年先からと ということになりますので、まあ、予算措置が来年、再来年から急激に必要になるわけでは、年金改革の場合はないわけですから、しかしそういう中で、えー、一体化をしていくときのです、ね、整合性をどう図っていくのかということに関しては、やはりかなりエネルギーをかけて、えー、議論をし、国民的なやはりコンセンサスを得、えー、る努力をしていかなければならないと思いますので、今回の対抗いわゆる素案の中では、これは外れるということになります。委員長若林健太君 まあ今のお話でいくとその、掲げた本質的な制度改正については、先送りをするけれども、当面の手直し、これに対して、えー、与野党で合意をして、消費増税に、まあ、あの取り組めと、こういうふうに聞こえるんですね。しかし、あの本来は、この今の改正をするにあたっては、どこへこの社会保障を持っていこうとするのか。 この話があって、えー、将来的にこれだけの財源が必要で、目先これだここへ、そこへ向かっての改革をこうしますと。がって、国民の皆さんにご負担をお願いしたいと、こういう話にならなきゃならないんじゃないでしょうか。この話を全くあの排除してですね、目先のことだと言って、この大衆課税である消費税の議論を本当にできるんでしょうか。その辺の認識をお伺いしたい。安住財務大臣。 抜本改革をやるべきだということに対しては全くおっしゃるとおりでございます。ただ、あのー、国民年金の例えば国庫負担分については、ご存じのように36.5から例えば50にするという中で、これはもう毎年、消費税約1%分の、まあ、 言葉は何ですか穴が開くわけであります。ね。これをやっぱり埋めていくとかですね。つまり船を止めて、ドックに入れて、新しいものを、まあ、これは例えですけれども、作らないといけないというご指摘はもう十分わかりますが、一方で、乗せて、国民の皆さんが乗っている船を走り続けさせなければならない中で、必要な税の、やはり、えー、税収というものもあることはもう先生ご存知のとおりでございますので、そうしたものや、さらに言えば、 この増え続ける社会保障の中で、機能強化をする分、それから逆に、まあ、あのそろそろ見直さなければならない部分、そうしたものをきちっと整理した上えで、今回はあの、成案を得るということになると思います。若林健太君。あの対衆課税をお願いをする、今回の消費税、えー、についての話、まあ、交換で言われている10%にの引き上げ、これはものすごい。 あの、負担なんですね。で、これをやるにあたって、どこへ連れて、まあこの間の TPP も一緒ですけれども、どこへ連れていこうとするのかもはっきりさせずにですね、とりあえず、う、まあ,あ課税をするなどというような乱暴な議論。これは、あの、甚だ無責任だと、私はこのように思います。えー、さて、その、民主党の税制調査会の藤井会長は、あ12月1日の,あの役員会で、 具体的な、まあ、増税の時期を年内に明示するのは無理だと、こう発言されておられました、総理と党の間で認識がちょっとずれてるんじゃないかと思いますが、その点、どうでしょうか安住財務大臣。いやあの、法案で提出するときに、時期を明示をしない法案というのはないわけでありますから、これから議論をしっかりした上で、素案、対抗、そして法案提出の段階で、私はやはり時期というものをしっかりあの書かせていただくことになると思います。 健太君えー、そうしますと、その年内にはあ、まあ、あの安住大臣は政府税調の会長ですから、党、あるいは総理の、まあ、それぞれ、今、ちょっと認識がずれているように見えますが、年内にはあ時期、そして率について明確にすると、こういうことでしょうか。 憶測ですが、あの藤井先生と私、話したわけではないので、多分、その何月、何日、何時からということではなくて、例えば、何年の、例えば、その 後半とかですね。なん、そ、そういうことをおっしゃった、あの記事を私見ただけで言えば、そういうことであって何かその先送り的な印象を与えるような言葉ではなくて、それから言うと確かにですね、何月何日というところまでの特定は難しいかもしれませんが、何年の、お、おおむね何月からというふうなことは、当然法律上書かなければ、これは法律として、やはり、あの、 一番重要なあ、その構成の部分が欠けることに私はなると思いますので、えー、素案になるか、対抗の時点になるかは別にして、これはしっかりとやっぱり明示をすべきだと思っております若林健太君。先ほど、愛知委員からもありましたが、えー、今、そこの消費税増税案については、法律を成立させた上で、信を問うと、こういうふうに言ってますね。 まああの安住大臣多分、えー、本音で言うとこれが極めて奇弁だということについてご承知だと思いますけれども一体法律を成立させた後何を問うとしてるんでしょうか安住財務大臣その実施の是非を問うということになると思います若林健太君実施できるかできないかわからないようなものを法案として成立させるそんな無責任な与党の提案なんでしょうか 安住財務大臣しかし、もし、えー、それで消費税を反対だと撤廃するというふうな党が政権を取れば、それは直ちに立法措置はできるわけですから、そういう意味では国民の皆さんには十分選択肢はあるというふうに思っております。若林健太君。われわれは立法府ですから、その国民の皆さんにお約束したことを、この立法府において、えー、しっかりと提案を得ていく。で えー、法律を作るにあたって、こういう方針でやりたいんだけれども、国民の皆さん、いかがですかと、こう問わなければ、法律が成立した後ですよ、そのこれを実施したいと思うけど、どうですかなんていうような、あの真の問い方なんてのはあるんでしょうか安住財務大臣。 えー、私の拙いあい経験ですとお、竹下内閣における最初の消費税増税を、まあ、消費税のお作った時も、えー、選挙は後でございました。ですからその時も 公約で消費税を上げたかどうかは私、ちょっと分かりませんけれども、消費税を実施した後参議院選挙、後に衆議院選挙があって、まあ、自民党大変厳しい審判を受けましたが、しかし衆議院ではあ政権を維持できたということでございますので、まあ、過去の例を全部私、調べ上げているわけではありませんけれどもお、そういう例というものは決してないわけではないと思います。若林健太君。あの安住らし大臣らしからぬあのご答弁だと思うんですね。 過去間違ってたから今もいいじゃねえかと、こういう話じゃないんですよ。これはね。で、あのー、私は、あの、実はその、え、稲田大学の大学院にね、あの、通ったことがあるんですね。マニフェスト研究所っていうところへ行きまして、え、北川さんから、あの、マニフェスト革命と、こういうことで、あの、訓導を受けてまいりました。あのー、あそこの趣旨っていうのは、民主主義の、日本の民主主義のルールを変えよう。これはあの、前回の総選挙で、 民主党の皆さんがあの盛んにおっしゃったことだしそのこと自身は私はある種共感をするところがありましたそのマニフェストを掲げて、えー、責任ある政治をやっていこうとこういうことであります前回の総選挙において民主党はこの消費税についてどうお訴えておられたでしょうか安住財務大臣あの街頭演説での訴えとかじゃなくて正式に言うとマニフェストに一切記述をしておりませんでした 赤林健太君あのここへきてね、総理もそういうお話をするんですよ、しかし、あの時の党代表である鳩山さんは、その4年間は消費税を上げないとこう言ってるんですね、あの、まあのま会社法の中で、表権代表っていう、あのあれがありますけれどもね、その党代表なる者が公にその立場で発言をしたこと、これはまさに組織の決定なんですよ、組織の意思決定なんですよ。だから そこでね、マニフェストに書いてなかった、などというようなことを、欺弁を弄するようなことをしてはなりません。さらに、安住大臣、あなたは、その、この総選挙に際して、マスコミ各社のアンケートで、どのようなお答えをされていたか、あ毎日新聞、あるいは、えー、読売新聞のおアンケートにおいては、4年間、消費税を上げるべきではないと、こう書いておられましたが、 覚えておられますか。安住財務大臣。それ覚えてなくて、この間谷垣総裁から、あの、個別に、いや毎日新聞でそう答えてるって聞いて、あ、そうでしたかと。本当に、あの、失念を。<laughs> ただですね、しかし皆さんですね、あの、消費税を任期中に私たちも上げるわけではないんです。つまり、二〇一三年の九月までに消費税を上げるわけではなくてですね、その実施は、ですから審判を。